Why are you so cute? うーん。かわいい17歳に、なんでそんなにかわいいんですかって言われたんですね。これはまあ、いいねで答えます。一番好きな関さんの、これなんですか ?V!? パツ一番好きな関さんのところは顔。俺、顔が大好き。ある時はかっこよくて、ある時はかわいいですね。もっとデトネーター、ストリーマー、 関さんまで含めてああコラボすることは難しいうーん彼らなんかスケジュールが忙しくて実は声もかけ,てかけたりしてたんです前みんな忙しいからここに関しては時間が合うならちょっとやってみたいと思いますまずそれぐらいかな今回の CR カップ見たいうーんあると思うというかそうなりたいですね自分はい いろんなストリーマーさんたちとなんか一緒にいろんなコラボもし,したいしめっちゃ楽しかったですまず前の CR カップがでプレイヤーとして大会に出たいとも思いますそうですねソンちゃんの一番好きなところですかすべてこれなすべてカストしていく間であこれなんでしたっけ読めるかもしれないけど今は覚えてねえな 日本人のイメージですかあ、認証か。日本の方の認証は、少し、ととって触ったら、あ、すいませんのイメージでした、さ最初は。で、あー日本ってちょっと変だなって考えたんですけど、最初は。ね、今はもう、めっちゃ簡単に答えるんで、これは。みんな私がこう触る前に、自分から、あ、すいません。 あ、すいませんみたいな感じで。自分から何か声をかけるとき、もう自分ですみませんしてるんで、もうそれでしっかり理解できたと思います。今の話はこの言葉でもう全部答えたかな、多分。これは何の意味ですかどのような育ち方をさ,されたら、こんなせんあー、これはですね、簡単です。まあ、一回人間は絶望な状況になったら、まあ、すべてのことを諦めるというか、 我慢できる。賢者タイムが来るんで。私の中では長編2年の経験が大事,だ大事でした。好きな日本の漫画とかアニメ。ドラマですかドラマ、あれ、名前何でしたっけなんちゃら直オキ。な何でしたっけ半沢直樹ああ、あれか。あれ、ちょっと見たいですね。内容も全然知らないです。ただなんか有名すぎてちょっと見てみたいです。アニメーションは私、ガンダムシリーズ。ガンダムシリーズ好きでした。 ガンダムシードデスティニー00みたいな。今日最近作られたガンダム好きでした。あれと、スラムダンク。スポーツ系のアニメ好きでした。で、漫画とすればドラゴンボールかなこれ改めてでしたっけゲーマーとしての今までの、なんだこれはカリアですか自分のああ、経歴か。ああ、私の経歴は、最初ガンズですね。 学生代表で日本となんか国際大会みたいな勝負したことはありました私ガンズで,でそこでああ俺 FPS 好きなんだみたいな感じになってそっから始めて途中であの韓国の AOS ゲームを少しやってそこからプロの世界にダビューして大会に出てそこでオーバーチが発売されてオーバーチされましたでオーバーーチやって オーバーチの中、プロ、プロの生活しようか、あプロ選手になるか、YouTuber ーーになるか、ちょっと悩みましたけど、結局 YouTuber を選んで、オーバーチのプロまではやらなくて、普通に YouTuber としての生活をしました。で、その間に、オーバーチの中でギアさんと会えて、デトネイターのことを知ってて、で、デートに入りました。で、そこから4年経ってる今が自分ですね。 はい、ありがとうございます。クククみたいな韓国でよく使われていたり、韓国人、受け、受けのいい、ああ、スラングですかはい、今ここで見せます。韓国はですね、クククわらわら、了解。これが OK になるんですよね。これが韓国語になると OK です。OKOK。このク いろんな意味があります。くにうをすればくになります。で、くにおをすればコ、こ、くにうをつけたらク、くうにいをつけたらキキキキキ、ききききき、く、こ、く、き。だから、これは何でもできます。で、悲しいとき、悲しいときは、これしますね。これ、ゆう、言うです、ゆう。日本語だとこれですね。波ですね。はい。中にアンダーバーもします。 も作ってあげるこれもできます。これもします。たまにめっちゃムカつくなら、あ、すみません。ナイス。ナイスって、ナイスじゃないですかこれは韓国語では、ナイス。これにします。ナイス。ワンパー倒して、このチャット出ます。これが実は、これですナイス。これはナイスです。まあ、こんな感じですかね、まず。発音なのに、韓国語と日本語で、意味がある。ああ。 発音が一緒じゃないとダメですよね。ししましょう。席、二席みたいなこう咳に座ってくださいみたいなその席の意味は韓国語で咳はあの悪口ですね子豚とかなんか子犬みたいな赤ちゃんの時のその小さな動物あれがもうまっすぐ翻訳をすれば雑魚です咳の意味は雑魚になります シバという日本語ってありますか実はあれしばじゃないですよね。いろんな配信者たちがシバシバ言ってるんじゃないですかしば。シバは実はしばじゃなくてばが違いますね。しばの下に理由があります。理由。発音がむずい理由という文字が入ってて、めっちゃ早く発音すればシバですね。ばいばる。ばでもないし、ばるでもないし、バルでもないし、バうでもないし、ばる。 Just one.One take で発音します。はい。アルファベットなら R ですよ、ね、R。R。ほん当にしたらちょっとビビるかもしれない、韓国人は。そんな可愛い発音じゃないんだよな、マジで。マジムカツくて相手が憎いなら、あい、芝これなんですね。日本語を学んだきっかけは何ですかいつも楽しい配信ありがとうございます。 日本語を勉強したくなったきっかけは、デトネイターのギアさんとなんかオーバーして初めて出会えて、そこでギアさんの配信見に行ったらあのギアさんのリスナーの,皆さんのコメントを見たらもう、めっちゃ優しいコメントしか見えなかったんで、韓国でまあ1000人以上のなんか方を集,まったら集めたら、韓国の雰囲気は、配信者が自分がやりたいことをもちろん、それとも多いんですけど、だからリスナーが コントロールしてるところは結構多いというか広いというか主導権ですかねただこの配信が何をしてもなんか応援してる感じ,感じよりはなんか結構手を出したりみたいなするそういう雰囲気があるのでギアさんの配信を昔見てみたらもう日本の皆さんがなんかギアさんが何をしてもなんか本当に静かに自分たちが目立つことは全然せずになんか応援してくださるその姿を見て 私はあの頃もうすでに韓国語で8年9年くらい配信してたんですけどあれ1回のギアスのコメントを見ただけでああ俺韓国語で配信する場合じゃねえわ今ってそう思われて本当にまあ今考えてみても謎なんですけどで自分で集めたファンの皆さんも結構いましたけどね韓国のファンの方がであれを全部諦めて日本に行かないとみたいな考え方をした理由は今考えてみても謎です謎です 運命かなこれは。このきっかけはマジでデスティニーです。で、その決定は今、素晴らしげてだと思います。まあ、こんな形で皆さんとなんか、質問コーナーをしたり、楽しくて、配信毎日してるんじゃないですか。ありがとうございます、本当に。一番楽しかった、嬉しかったことですかあれは、同じ意味なんですけど嬉し、嬉しかったのは、あの、日本に直接行って、イベントでオフラインで皆さんの顔をリアルで見ることができるようになったこと。 お話をしたのが本当に素晴らしい経験でした。で、きつかった経験は、それが今できないってこと今それできないんですね。コロナウイルスがちょっとひどすぎで。コロナが治ったら皆さんが会いに行きたいですね。会いたいです。あと、あー、あ、すいません。日本語わからないです。自分。はい、次。 今年が終わる前、必ずやります。約束します。うわぁ、終わったよ、もう、マジで。これ、ツボって誰なぜ作ったのあの、クソゴミゲーあ、次。今私に最も熱いゲームはもちろん、Apex です。Apex は楽しいですね。なぜなら、あの、私は、そういう TK が結構長いゲーム好きだし、なんかトラッキングもそう、そうだし、なかいろんな武器を使えるんじゃないですか。 そこでなんか、甘がき替えて、限界の限界まで戦えるゲームってなかなか今ないと思ってるんで、だから APEX 楽しいです。夏なので、韓国の怖い、ああこういうの韓国のリスナーさんが聞くなら、スプラッシュダメージ来るんですよね。例えば、今、君たちの中で、絶対17、18歳のリスナーいるでしょそこから声をかけます。 おやら17、18歳の奴らはあと1年の間に国から手紙が来るんだよね。やべ徴兵に行きましょうって。そうすれば今のその音みたいな感じで手紙をなんか見た自分,自分でなんかもう常に喋ってます。やべえって。めちゃくちゃ怖いです。一番怖いです。その話が。やべえ <laughs> 日本に来たら、ケイさんとイベントなどで、直接は機会ってあるでしょうかあると思います。日本にいたら、デトネイトのイベント参加したいと思います。そのために今日本に行ってるんで、行こうとしてるんで、実は。統一のしょしょ消職もそうだし。<え>私が今日本に行こうとしてる理由は、あの、私が今消職してる統一ってイチ,チ KR らしいです。統一ジャパンじゃなくて。それで今、 なんか具体的なサポートがなんか統一から受けることはうまくできない状況なんで,でその状態で今3年4年間統一で配信をしてるから自分のアイデンティティィがちょっときついです、ね、間違いなく統一のバナーをつけて今スポンサーですみたいな感じであの配信をしてるんですけどもちろん統一さんのおかげさまでこんなあったかい配信で毎日幸せな配信をし,してるから自分ありがたいんですけど。 もっといろんな統一のカリキュラムでなんかイベントに出たり、なんか統一ライバルスとか、今、今、今でもまあいろんな統一のスケジュールがあるんじゃないですか。そこに入ることは自分はできないんで、今。で、私は日本の皆さんに対して今配信をしてるから、ここに関してのケアをしっかり受けたいですね。で、本当にまあ統一さんもそうだし、うちのチームを混乱させたくない気持ちはもう、間違いなく自分はもうちゃんと考えてるんで、私は特別なケースですね、これは。 トイさんがなんかちゃんと協力してくれないみたいな感じでもなく、宇宙チーム向けのケアが足りないと考えますみたいな考え,考え方もぜ一切知ってない理由は、私は特別なケースなんで、韓国人なのに韓国で日本の方に対しての配信をしてるから、今まではなかったコンセプトじゃないですか、うちの配信が。だからそこに対しての,そのケアがまだ足りないかもしれないと考えてます。 その問題が起きないようにするために自分が直接にもうどうせ日本,日本の皆さんを対して今配信してるからだったらまあうちが直接日本に行って配信をすればすべてのことは治る話になるからちなみにこれ裏,裏の話なんですけどうちのチームってまあボスもそうだしなんか土井さんにいろんな声をかけたらしいです自分をケアしてくれるためにだからさんってなんか土井のコリキュラムとかなんかいろいろできないんですかって声をかけてみたら 私があの日本で住むための中小が必要らしいです。で私は今日本で住んでないから中小がないんですよね。その日本の統一に登録して活動ができないらしいです。だから日本に移住しようとしてますね、今。それがまず基本的なベーシックな理由です。なぜ日本に移住しようとしてるのかなという話を。だから私の意思ですね。私はどちらの所属ですかって言われたら、 私はトイチジャパンとデトネーターですって言いたいですパブ G 時代の悪魔敬二なんですか、ま、だ名前も違いですね自分とうん安心した何の話かというとついていけなかったんですけど自分あのー、まあ自分は成人でもないし悪魔、まあ、あでももちろんないんですけどまあ普通の KH ですまたこれ以上自分がついてうまくついていけなさそうな,なんかコメントを質問するならなんか近いうちにかわいそうになりそうですね まあ次の話行きますか。あ,あリロード化したいな。日本に行ってやってみたい、えー、やってみたいことは、日本の皆さんとん配信しながら、サーバーゲーシーに行ってみたいです。行きたい場所は、あー秋葉原もう一回行きたいです。秋葉原なんか、本当に10回ぐらい行ってたんですけど、またもっともう一回行きたいですね。あそこに行くと、本当にいろんな電子機器やなんかデバイスたくさんあるから。 新しき出たやつらも見に行きたいですね食べてみたいものはあの私名古屋に行ってもう一回そこで食べたひつまぶしをまた食べに行きたいです串カツもそうだしそこの味噌はめっちゃおいしかったですね韓国でメジャーな家庭料理ってことですか簡単なレシピも知りたいですあ自分料理作るとなんか武器作るなって人間が食べれる料理できないのってよく言われたりするので レシピを聞くのは、あの、戦争武器の作り方を教えてくださいっていうぐらいのラインを超えたとも考えてるんで、自分。軍事機密です。よく聞く歌ですかこれ歌、好き、好きな歌が知りたいです。応援してます。えー、っと、私は、ワンオークラック。大好きです。ワンオクラック。といえば、完全感覚 d r e a m これ好きです。 The beginning. 私のトップ1です。いろいろあるんですよね。本当に。We are もたくさん聞きました。カオスメス大好きだし、ラストテンスも好きです。We are 好きハー h e a r t e も好きです。あと、Elle Garden も好きです。メリミとサラマンダー大好きです。リンキンパックも好きでしたね。まあ、大体こういうなんか、ロック系の音楽好きです。私は。これから応援しています。 ゲームに熱中するようになったきっかけを教えてください。ああ、私、子供なった時家が貧乏だったんで、お母さん、お父さん全部、なんか、仕事しに外に出るからさ。じゃあ、家に残されるのは、私と私の弟、二人です。だから、お母さん、お父さんがそれはかわいそうだから、なんか、ゲームギ業のプレゼントしてくれたんですね。あの時多分スーパーフェイムコムでしたっけそういう。いやそこでスーパーマリオとか、なんかそういうパックマン、 ギャラグみたいなそういういろんななんかゲームをしながら成長してたんですよね自然にもうゲームにはまって小学校中学校に行ってもなんかずっとゲームの考えしかできないからさ多分そこからですで中学校2年生の時になんかいきなりガンズというオンラインゲームオンライン APS ゲームとなんか偶然見つけてそのゲームやってみたらめっちゃ楽しくてそっからもうずっと PC ゲームやりましたそれは今の私ですね 中学校から今32歳までずっとゲームしてます。それはきっかけです。今までやってきたゲームの中で一番初心的だと思ったゲームは何ですか革新的なゲームか。もう私にはパブジです。もちろんバトロイアルはその前に H1Z1 というゲームがあったんですけど、 私的になんかこんな完全新しいタイトルみたいなアピールができたゲームはパブジですかねみんな散らって降りてブッシュ集まってなんか勝負するそのシステムがめっちゃ新鮮でしたさあユリスみたいな本物の世界トップクラスのプレイヤーは他のプロと何が違うと思いますかああ私が見たすごくあのトッププロ もう私はパーブ G の選手から始めて、最後はヘッドコーチでチーム運営を3年間してたんじゃないですか。で、そこで国際大会で何度も出てみたんですけど、選手の目を見たらわかるんですよね、なんか。あこの人の背中からはなんか特別なオーラが感じる、感じれるみたいな。そのオーラが本当に見えます。見えるというか感じれるというか。俺は上手いし、それがなんかちゃんとデータとして実現させることができるんで、 俺は強い。俺は自信ある。早く競技心に入りたいな、みたいな。そう、目から出る自信感が違いますね、なんか。マジで。選手の目があります。それはユリスにも感じてます。最近。見てみたら。ピンチになればなるほど、その状況を楽しむことができるプレイヤー。あれが特別ですね。一般プレイヤーとは違います。外国語でコミュニケーションを取る。 時に一番大事だとと思うことは何ですか例えば単純なコラボの状況だとお互いの,その文化についてなんか雰囲気が良くなりそうなコメントができるようにお互いの国の情報をちょっと先に調べてそこに関しての,そのコミュニケートができるようにお先に勉強するのが大事だと思いますまず。 でもしかしてあのゲーム大会とかイベント制の,その大会にお互いに出る感じだったら明確にチームプレイで役になりそうなその交通の言葉をまず決めるのが一番大事だと思いますコミュニケーションって結局お互いにちゃんと理解ができないとリスクが高くなるんでそういうのは大事だと思います K さんは配信外では何をされていますかまず私は配信外でほとんど何もしないです 家族と時間を過ごしたり、私の嫁の実家へ一緒に行ってなんか、嫁のお父さん、お母さんと一緒にご飯食べたり、うちのお父さん、お母さんに会えてなんかご飯食べたりするんですよね。家で。それ以外は何もしてないです。最近本当にコロナの影響のせいで。外は危ないから。APS のコーナー、選手としてもコーナーをやっているときに心がけてることは何ですか またスクリーム中、自分たちのチームだけでなく、ライバルチームの配信とかを見て、分断ですかこれあ、分析。あ分析か。そうなんですね。ちょっと難しい話になると思いますけど、うちは昔パブ G のプロシーンで私が仕事してた時は、あの、バトルレアゲームってね、本当にいろんななんか、その、アンチという要素があるじゃないですか。サックル そのサークルっていろん,んなパターンがあるんですよねブジのサークルのパターンは本当に家際すぎでアンチがどうなるか分からなかったんですけど私の場合はそのパブジを全部希望度を見たらその右側の天気があるんじゃないですか天気あんな感じであの左下は1番左のど真ん中は2番みたいな感じで全部あの9個の,そのパターン基本パターンを9個,9個のパターンにして 最初のアンチのペイズがなんか1番から9番の,そのパターンになるとそこからまた第2ペイズのアンチの,そのサークルがどこになるのかパターン化をさせるための分析をまず基本にしてたんですね私がプロだった時のスクリームはだいたいお昼2時からスクリームを始めて1日3回ぐらいのスクリームをやってたから2時から5時スクリーム夕方7時から10時スクリーム 夜中11時スクリームから02時まで全部合わせて12ラウンドの 3, 3回のスクリームをしてたんですねそれを毎日毎日すると大会シーズンになると24500ぐらいのパターンになります最初のアンチを見てこの最後のアンチはどこになりそうみたいなパターンがありますけどそれはあの各チームのメインオーダーたちに説明しながら伝えるようにシンクロさせるためのいろんなやり方があったんですよね そのためには、バトルレアゲームって、いろんなランドマークにいろんなチームが降りるんじゃないですかで、うちがここのランドマークに降りたら、A というランドマークに降りたら、周りに降りてる B ランドマーク、C ランドマークに降りてる他のチームたちがなんか、何分ぐらいまであさってて、いつ自分たちのランドマークから出発するのかそれもまた別のパターンになるんですね。例えば、B というチームが、B というランドマークから、さっき1番から9番のそのページ1の アンンチサクルのパターンがあるんじゃないですか例えば俺らがエイペックスで説明をすれば、えー、とワールドエッジだとさプラグマントに俺たちが降りてますでもうちの北側にいるそのエピクセンターから降りてるチームがもしかして一番最初のアンチのパターンが発射場であるやその南側のアンチになると俺らよりもっと北側にいるはずだったそのエピクセンのチームが最初レンディングして 何分後からあのうちのフラグマントに降りてくるのかもっと南に行くために動かない,ないとダメじゃないですかそのパターンをなんか分析するために他のチームの配信も見に行ってたりスクリームでなんか分析してたりそういうことがしたいから私があの直接スクリームでオプザバーの立場で入るんですよね入ったらなんかスクリームの時は一回も剣門という彼らが降りてくる よく動いてるそのルート、ルートの周りに俺らがなんかハイドして攻撃をするためになんかダメージを入れたりするパターンを練習タイミングであるそのスクリーム時間ではなんか一切見せなくて本番の試合の時にそれをやるんですよね。あれを実際一回見せてあげます、皆さんに。うちのチームはもうそういうことをしてたんですね、私の作戦通りに。私がすごくいろんなパターンを研究してしたのが こう見れば今出るんじゃないですかコーチ陣が。これ私ですね。KH。こんな感じで、試合と試合の間に選手に伝えます。今このチームがこうやって移動してるから、次のラウンドはここで検問,検問ちょっとしてみようみたいな感じで。今伝えてます。これ。試合中でした。これも。じゃあ次のラウンドこんな感じ入るんですね。こう見たら今 OPG レンジャーズが来るんじゃないですかで、うちのチームは検問してるんですね。私たちがこのピアというその少し南側のランドマークで物資を漁るんですけど、 この時はミリタリーベースという一番南の島のランドマークで OPG レンジャーズが漁りましたね。これを。で、彼らがなんか北側のアンチに行くために移動している間にこれをスクリームで一回を見せ,見せなかったパターンでここで検問しました。大事故ですね。こうなると相手はパニックになります。こういうのをたくさんしました、昔は。 でデトネイターに入ってからケイさんご自身で何か韓国って何かヒストリーに勉強するんじゃないですか学校で反日教育をされるから基本デフォルトです誰でも日本は韓国を支配した韓国の昔のお母さんお父さんたちを支配してとんでもないことをしたディフォルトでめっちゃ言われるから超敏感なその竹島特島の話もあるしそういう教育をされて今うちは戦争中だからまず 北朝,鮮北朝鮮がうちのメインの敵。だが日本がいることを忘れるなって。そう言われるから、私,私も正直に言うと、基本デフォルトで日本と関わることがなかったら、なんか嫌ですね。わかりますかこれ。日本がなんか嫌なんです。なんか、昔は。なんか、ああ、なんか関わり,関わりたくねえなみたいな感じで。日本の皆さんも基本ベースで、絶対それがあると思います。私、そう教育されたから。 そこでギアさんの配信見たら、めちゃくちゃショックなんですよ、もう。韓国のリスナーさんたちより、俺はもうこれ、韓国でトップ引きになっても何も恥ずかしくないわ。もう本当にタックルされても、俺は大丈夫です。はっきり言える。これが一瞬になっても俺は大丈夫。日本のリスナーさんが1000倍以上優しい。もちろんやべやつも、やべやつはどの国でも言いますけど、その平均値があるんじゃないですか。それが全然違います、見てみたら。 自分自身の中で一番変わったところは、日本という国のその認識認証イメージ爆発して完全壊れました。これからリリースされるゲームで楽しみなものは何ですかオーバーワッチ2と、あと私昔 MMORPG めっちゃ好きだったんで、ハックスラッシュゲーム系のそのディアブロディアブロ2のそのリメイクバザー グラフィッククオリティがアップされたそのリジャレクションが出ます。そのディアブロ2リジャレクションとディアブロが3までシリーズが出ましたけど、来年おそらく4が出るらしいですね。ディアブロ4を待ってます。今後新しく学びたい剣豪とかありますか最近ユリスの性っていうか影響っていうかあれでフィリピン語をちょっと勉強したいですね。あとは中国語ですかね。 中国語を勉強すると結構便利になりそうです。打読さん、ユリスさんから流れてきました。はい、よろしくお願いします。いつも楽しい動画をありがとうございます。ソムちゃん、可愛いです。ソムちゃんは私の方なんで大丈夫です。はい、私を可愛くしてください。質問です。押したくねえ。なんか来てそう。打読さんとユリスから来てた方なんだよな。俺はもうお前の分析終わったよ。 普通の質問じゃないんだよね、お前。かかってこい。JLPT を聞、あ、高知経験の、これ何ですかなんちゃらなケイさんに聞きたいですイケ。イケメンですね、これ。あります。豊富な、豊富なさん聞きたいです。他の方のプレイをどうやって自分のプレイにフィードバックして活かしたらいいですかうーん。 えー、まず分離してください。例えば一つの方のプレイをなんか自分のことにしたいあの、するために分析がしたいです。例えばエイペックスの話をしましょう。エイペックスにはエイムがあります。そして作的能力があります。あとはキャラコンですね。そして判断です。4つのパットにしといて上手い方の すごくうまかったあの一つのラウンドの動画がたまにアップロードしたりすできたりするんじゃないですか YouTube って例えばラスさんの早い中アップデートしたホライズン使って15キル4007ダメージ記録しました私の動画タッアップロードしたらもう自分がまずホライズンが勉強したいですとしたらまずその動画を見ますその動画を見たらまずホライズンのスキルの使い方どのタイミングでどのスキルを使ってるのか 戦闘が起きたらまずどういう立ち回りをするのかそして1人を倒したらどういう行動をするのかそれともダメージを食らったらどこまで引いてバッテリーを巻いたり回復を判断したりするのかそ投げ物の投げ方はどうするのかこの武器を使っている時はなぜこういう部分をしてるのか一つ一つ各パパトとして分離しておいて彼のプレイを見た方が勉強になると思います。韓国ののラーメンがが好きなのですが おすすめのラーメンがあれば教えてください。チャンケラーメンおすすめです。これ美味しいです。日本に来てやりたいことを5つゲームの話じゃなく、プライベート的な感じで。プライベートな感じでですか ?1 個とか2個じゃなくて5個俺、プライベート的に何するんだろうまず、日本に行くとディズニーランド行きたいです。これはちょっとソムちゃんのために。 温泉行きたいです、私。旅館とかさ、なんかあるんじゃないですか。温泉と一緒に。そこで、そむちゃんとヒーリングしに行きたいですね。あれと、野球試合見に行きたいです。日本でやりたいこと難しいな。これ、なんか真剣に考えたことが逆にあんまねえな。大阪町でしたっけなんか白みたいな場所行ったんですよね。でその時、その時なんか、あの、オープンしてない時期だったんで。 入れなかったんです、結局。ちょっと、日本のヒストリーをちょっと勉強するためにちょっと見に行きたいですね、いろんな場所へ。あとは、まあ、いろんな食べ物を食べに旅行したいです。ケイさんが一番すごいと思う配信者をプロゲーマーは誰ですか私、配信者とプロゲーマー全然違うと考えてるから、配信者としては関さんです、俺は。 めっちゃ面白い。エンターテイメントの、そのなんだ、塊だし、なのに優しいし、なんかクリエイターですよね。見てみたら。プロゲーマーとしては、俺にはフェイカーかな。ロンランしてるし、なんか問題も一切起きないし。私はフェイカーです。フェイカー。リゴーグオブレジェンドの。ケイさんがコーチングするときに見るポイントなどを教えてほしい。うーん。 さっきの話とつながりがありますけど、コーチングって誰かの選手をコーチングすること,でことじゃないですかあ人格ですね、性格。コーチという料理人があの何かの料理を作ろうとしてるのに、その料理を作るための,そのお皿があるんじゃないですかお皿のサイズがどれ,どれぐらいのやつなのかあれとちょっと関係がある話だと思います。まず、コーチングしようとしてる選手の人格が良くなかったら、 すごく美味しいしい美味しいな食材をたくさん入れてなんかせっかく料理を作ってももともと量があんまりもう入らないですよねサイズが小さいからで最も悪かったらもうそのお皿その時代が壊れる時もあるし料理を作る前にまずサイズですかね成長させても論乱できる人なのかまずそこからじゃないですかね それで、ポイントとしてコーチングをする前は、まず、今までその選手が持ってた特徴ってあるんじゃないですか。それをまず全部捨てるよりは、彼が持ってるなんかいいポイントがあるんじゃないですか。彼が持ってる、彼らが持ってるその力をもっと強化させる方向でちょっと手を差したりします、私は自分のコンセプトをキープしながら。でもそれがすごく邪魔になると、まあ。 自分選手自分自身で何か目標にしてる何だろうその何かはちょっとちゃんと捨てれるように納得させるのも大事だと考えました昔はさあ次行きますオーバーチ時代についてもっと詳しく話してみてほしいですオーバーチーの時は私最初オーバーチーが発売されてまずやってみたらあもういい感じでできるなって思われてこれでプロやろうかなとしてまずトップ500人最初から まっっすすぐたんですよねゲームが発売されたら分かるじゃないですか。ランク,ランクゲーム入ったら毎日ずっとマッチングしてる方たちしかお互いにマッチングしねえからあこの中でみんなプロゲーマーになって選手として敵投手で戦,戦えるようになるんだってもう分かってたんですよその時から。私ずっと味方になったのがあのオーバーチューのリュージェイ・ホン S か何かそういう選手たちと毎日毎日マッチングしてたから。 今皆さんが最もよくしてる、そのセリさんもそうだし、たまにマッチングするわけじゃなくて、1日ランクに入ったらずっとマッチングするんですよね。人数が少なくて、その時は。だからまあ、プロになるんじゃないかなと思ったんですけど、そこで私は YouTube に興味があって、今考えてみると、オーバーチ、私、リーグに行くと、多分1部リーグまでは行けなかった気がします。うまくいったら、2ブリーグくらいかなあ。あの時の周りの人たちが凄す,すぎてもう。 バ、まあ、ー,ーチの時代は楽しかったです。このおかげさまで日本チームに入れるようになったきっかけになったし、デトネーターに。これからの配信者として、目標みたいな感じですかこれからの配信者としてのプランは、こっから1年以内にもう日本一をしようと今計画してるんですけど、日本に行く前にまず、金の問題が起きないように、韓国でまず日本に行く前から、ちゃんと自分のための配信のスケールを 大きくしたいですねでそのための具体的なプランが必要だと最近考えてますただのゲームだけじゃなくて何をやっても私,私が見たくてなんか配信に見に来てくれるようにしたいと思いますそのためにはまず日本語のレベルじゃないですかね喋り方トークこのマイクと自分の口が大事だと思いますどうしたらもっと K さんの配信に人が集まると思いますか私は言葉ですまず 言葉がまずもっと自然になれば、聞きづらいところが減ったら、もっともっと見に来てくれると思います。そして、私悪い癖あるんで、ゲームに集中しすぎるみたいな、配信がの本拠なのに、いつまでも脳がゲーマーとして、ゲームにめちゃこたわってる。ちょっと悪い姿はちょっとあるんですよね。あれ、なくしたいし、あとコンテンツ不足です。うちの配信。 いつ配信に入ってみてもなんか永遠にエイペクスしてそうなそういう配信のイメージがありますね今冷静に考えると元日本人のストリーマーと方ですねそれもあるんですよねアウトフットの自分の存在を知らせる力が足りないです日本で e スポーツはこれから人気になると思いますかもちろんですまだ全然始まってないですよね私周りの韓国の人たちもそうだし 日本での e スポーツってまだ何も始まってないです e スポーツがなんか一つの類似じゃん国でなんか本格的に始まる時期はネットカフェでゲームがしやすくなる環境ができるところから始まると思います安いネットカフェですねゲームだけのためのあれがまだ日本はないから今あんまり韓国で 2080ti 20 240Hz モイトが今100円じゃないですか 1, 円1時間でだからそのまず行きやすいネットカフェの登場とあの e スポーツシーンでのその賞金賞金のサイズがもっともっと大きくなったらもっともっと今よりこれから人気は出ると思いますさあ韓国でおすすめの観光スポット 人はどこですか？韓国の友達は英語が上手な人が多いんですか？韓国人はまず中学校からの英語のカリキュラムが基本に入ってます。<laughs> 英語は基本カリキュラムなんで、まあみんな聞くぐらいはできるんじゃないですかね。少し喋り方と。で、観光スポットは私家からあんまり出ないニートなんで、立派な配信者なので、私は前からずっと言ってるんですよ。 ジェジュ島というあの日本だと沖縄みたいな島はおすすめです。でもしかしてなんか東京の渋谷や原宿みたいな,なんかデパートメントがたくさんあるキャピタルでのホットスポットに行きたいなら、明ョンンとホンデをおすすめします。おすすめです。10年後の自分はどうなっていると思いますか ?10 年後ですかまず異世界にいるんじゃないですかねノーブギアつけて。 まあ、体はここで残ってるかもしれないですけど、精神や魂はもう、向こうの世界にいるんじゃないですかね、もう。バーチャル世界飛ばされて、MMORPG してると思います。フルダイブで。以上です。名前の由来ですか私の名前は、あの、今から15年ぐらい前ですね。携帯でゲームをしてたら、そこのキャラクターの、 コンセプトがなんかガンスリンガーみたいなキャラクターでした。銃を持ちながらなんか撃てるそういうキャラクターだったんですけど、そこのキャラクターが使ってたスキル目です。キルリングヒット。あれ見て、あっかっけえって。12秒の時、その文字が目に入って、それで名前を作りました。でも今はまあ、コリアン変態韓国語半端で、コリアンハカーとか。まあでもなんでもいいですもん。KH は KH です。正直な、 話友達は何人ですか、ま、だこんな感じで雰囲気、空気読めせずに、一番辛い質問をしてくるあなたを見れば、多分友達いなさそうあいや違うでしょ。まだ私があなたの友達です。まあなたが友達だから、まず一人ですかね。でも、正直な話なら、韓国のリアルな友達の話ですね。田中くん、大谷くん、長谷部くん、原監督、キリトくん、めちゃくちゃいるんですよね。うん、まずいな。 俺はまず、同じ町で住んでた、私より年上の中、ブラダたちが結構います。3人ぐらい結婚式金を来てくれた。3人ぐらいの友達と、大学の友達4人ぐらいがいます。大学の友達4人が今、結婚する前までには、定期的に会えて、酒飲んだりしてたんですけど、今3年ぐらい会えなかったから、もう友達じゃなくなったのかな <laughs> あと、韓国で私が配信を8年9年ぐらいしてた時の、 うちの配信をケアしてくれたあのモ,デモデレーターさん今のなんかドミニクさんとかサボテンさんみたいなそういう方たちがなんか今でも連絡をしてくれて4人ぐらいいますで全部合わせても10人以下ですね8人ぐらいかな多分大切な友達は今そこで日本の友達はもうどんどん増えてき来てる感じだから今の私にはなんかどっちかというなら日本の方がほんと大事かな人,人間関係は DTN メンバーの中で一番徴兵経験して欲しい人を教えてください。欲しかったな、スタイシュヌプープ抜けちゃって。お前だったのに。うーん、次は、ヤマトンさん行って欲しいっすね。あそこに行ったら真のダークヤマトンが出てきそう。自分の限界を、闇を解放され、あ、まあ、あヤマトンさんですかね、自分は。釈迦は行ったらさ、 普通にうまくできそうだし、ギアさんは身長がでかいからさ、普通になんか軍服かっこよく見えそうだから、ヤマトさんが言ったら、ヤマトさんめっちゃ真面目な性格じゃないですか。この長編はね、真面目な人が言ってば行くほど、ストレスがめちゃくちゃたまります。周りのやつらが適当にやってすぎで、やりすぎで。だからその、冗談でなのマジで、そういうやつらを見て、ストレスめっちゃ溜まってぶち切れるヤマトさん一回見てみたいな。 ははっうん。ソムちゃんへのプロポーズの、あ俺別に特別にプロポーズしてなかったけどな。結婚しようぜ。これが全部です。カメラ視線で。お前がいないとダメなんだよ。俺の人生は。とか、俺を救ってきれ。以上です。特にしてなかったのよ、も別に。ザ これで4万人登録者ドッパー記念での質問コーナーは終わりです。ありがとうございます。